無事に終わってます。無事に終わってます。先生から。よかった。どうかな。終わりましたよ。特に問題なかったけど、冷めた後に3回ほどゲロンってしてます。あ、ゲロン。たまたまシワシワなったね。シワシワになった。よかった。そんなにブヒブヒ言ってなかったの。あの管のコーヒーもそんなに、はい、あのガーガー言わないんですよ。そうなんじゃ、なんか最近になってあんまり言わなくなって、うん、やっぱ皮膚の落ち着きなのかなって、うん、まだちょっとなんかちょっとまだヨレッとしてる、ね、はい、帰れるよ。どのくらいでば、10日後のうんとね、一回傷口の確認をいつもはしてるけど、今日は14でしょ、大体連休明けぐらいに1回見てからの、そうね、まあ途中でテープ剥がせれば家で剥がしてもらってもいいけど、はい、うん、ずっとついてると痒くなるので。お外は出れないんですか？お外はおトイレする？する、まあそうですね、はい、いいよ、大丈夫、うん、暴れなければ、うん、今日話がいいっていうか、話なんですけど、女の子とは別にしよう。あ、そうね。ちょっと別の方がいいかもしれない。ああ、暴れたり。あんまり暴れない。ああ、なるほど。もう刺したらもう入れ て、うん。まあ皮膚しか切ってないからね。要は。まあそう。絶対安静っていうわけでもないですよ。まあ割と普通にしてて大丈夫だと。うん、女の子みたいにね、お腹開けてるわけじゃないんで。なんかびっくりするぐらい普通。皮膚しか開けてない。よかった。この手術より短いしね。じゃあ一応連休明けに1回切って、うん、で、今日が22あたり、金曜、うん、で大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい、薬は明日の朝からで、はい、で今点滴の管抜いたんで、はい、後で取っちゃってください。わかりました、ありがとうございました。だから、はい、もう皮だって。これどうなんの、シワシワは。シワシワはシワシワのままやね。多分。お酢？ちょっとあれするかもしれんけど。多分シワシワ。でも他のところってみんな皮もなくなってない。いやだけ、うん、この子めっちゃ描くよ。うん、だけ伸びたらやないかな。違う。縮まるかな。いや分からん。やっぱ女の子の方が大変なのかな。なくなる比率ってどうなんやろうね。まあでも全身麻酔関係ない。まあそこはね、そこは麻酔の量とかが関係ある。あと手術のスピード的確さとかもそんなのもいろいろあるんだけど。でも俺全然もう全く動けんぐらいになったのかと思った。すごい特殊だったんじゃないかって、うん、勝手に思っとって。あ、やっぱさ、女の子たち見とおけさ、なんでこんな軽快に歩けるの、うん、いや女の子たちやっぱ相当きつそうやもんね、やっぱ。いや女の子もうかわいそう。あれ見たらやっぱ出産ってやっぱ大変だよね。何この普通さ、ね、やっぱ出産もやっぱ避妊手術も相当大変やね、女の子は。あ、感謝せないけんね、やっぱ。感謝はしとるよ。ほんと。ね、ブシ君。ブシ君。いつも無事を祈りよる。うん。ブシ君。行こっか。まあちょっと、やっぱおとなしくなったな。ちょっと影響はあるね。じゃあ、あげて。じゃあ、ブシ君。帰ろうかね。2、3日安静に。ね、夜の9時からお水、うん、
じゃあ帰ろう。じゃね。閉めるよ。はい。ブシ君。ブシ君。ブシ。ブシ君。ちょっと2、3日はここかな。1週間ぐらいですよ。うん。一応あの連休の。舐めるかも。マジ？分からん。足か。弾届かんか。届かんよね。あ、なんか傷口あるわ。傷口見えた。裏からじゃ見えんだよ。後ろからじゃ。でもなんかやっぱおかしいと思っちゃう。分からん。傷口舐めよね。舐めれんよ。舐めきれん。届かん、うん、まあ届かんと思うけど。ブシ君、ブシ君、あれ？これ何しよう。なんか集中しろ。呼んで。ブシ、ブシ、ブシ。でやって、なんしよう。ブシ君、ブシ君、え？ブシ君？なんかちょっとおかしくない？ブシだ。うん？気づいた。みんながお帰りって言えない。ブシって分かってなくない？いや分かっとうやろ。あれブシ君相当人気もんや。大丈夫かねって、大丈夫やったってみんな言うよ。女の子から逃げなくなれる。弾なくなったけ匂いが変わったとかないよね。ほらみんなすごい、みんな、あ、みんなブシ君心配して、みんなブシ君のとこ行きよう。ほら子犬と思ったんだよ。いやどう見てもブシやん。ブシ君にしか見えんやろ。でかいし、子犬にしちゃでかいよ。すごいすごい。みんな分かっとるねえ。あれなんか、あちも出てこいちよ。出ちゃダメなんよ。大丈夫って。でもいいよ、話して。興奮したらさ、うん、あ、ゴマダメ、ゴマ。よかったね、ベシ君。全然動けん。もうちょっとやめよう。ね、話して。
とまあとりあえず元気やけ。